和4年度安全祈願祭を執り行います。お殿は萩原に急ぎ払えたまいし時になりませる。雪の感触の方はいかがでしたか？そうですね、初滑りしてみて実際雪はちょっとまあベタベタしてて滑りづらくはあったんですけど、ピースがかかってまあ滑りやすくなってなるのがもうとても楽しみです。どれぐらいのペースで来そうですか？週1ぐらいで来そうです。1年ぶりだったのですごい来たなって感じでしたね。冬が目標は何回ぐらい通います？シーズン終わるまでは週1で来たいと思ってます。どうでした、初滑りの感想は？難しかったです。全然思い通り滑れなかったです。3年ぶりぐらいです。ちょっと今日で習得して帰りたいと思います。来年の冬はもう一回来たいなって思いました。ちょっとふかふかなんでね、滑りやすい、こけても痛くないんだ。あーやばい。雪のあるスキー場開きというのは大変嬉しいですね。蔵王はですね、雪質がいいので知られております。そしてまた世界に誇る樹氷がございます。雪質もいいし空気もきれいなスキー場でございますので、ぜひ蔵王にお越しをいただきたいと思います。